おはぴよー、どうも、ひなぴよーです。それでは本日も、アクアリウムは踊らない、やっていきましょう。前回、前々回を続けて撮って、今日また日付を改めてるんですが、いやー、あれだね、パート1よりは全然怖くなくて安心しましたね。パート1があまりにも怖すぎたっていう。あそこまでの怖さがパート4以降起きないことを祈りつつ、続きをやっていきたいと思います。あれになったらね、もうメンタルが持たないから、謎解きをたくさんできる方が私は楽しい。で、ここからあれだよね、鍵がかかってて進めなかったんだけど、これ、まだ調べてなかったんだよね、多分ね。本の間からメモが落ちてきた。2本の紐を、一緒に、あ、一緒に引っ張れってことか。1本目は、これの正面。二本目は迷路の、二の水槽。うんうん。じゃあこれは、クリスさんに引っ張ってもらって、クリスさん、さっき見つけたメモなんですけど、二本の紐を一緒に引けって意味なんじゃないでしょうか。多分。スーズ様、あの文字が読めるのですか？あ、いえ、全部は理解できないんですけど、断片的なら、なんとなく。一本目はこの紐。二本目は迷路の部屋の水槽の中かと。さすがですわ。早速試してみましょう。二本目は水槽の中か。じゃあ、私が迷路の部屋まで戻ります。クリスさんはこの紐を引いていてください。わかりました。こちらはお任せくださいませ。お気をつけくださいね、スーズ様。なんかね、迷路の部屋のウミガメ気をつけろみたいに言ってたもんね。一応気をつけていこうね。一応セーブして、いやー、この音楽がずっと流れててほしいわ。とても落ち着く。確か、ここだったよね。違ったっけ？ここだった気がするんだけどな。うん、ここ、ここ。えい。引っ張りまーす。お、鳴ったね。どこかで音がした。戻りまーす。便利だなぁ。これでまた襲われないことを祈るだけだけど。よいしょ。クリスさん、ちゃんと生きててね。無事でいてよ。いなくなってるとかなしだよ。あれー、あ、びっくりした。いちいちはこれ開け、あれ、電気が消えているー。な、真っ暗。クリスさん、クリスさん大丈夫ですか？いない？あ、はい、大丈夫です。あ、よかった。いやー、これ本当に大丈夫？大丈夫？え？だってクリスさん、ちょっと、ちゃんと姿見せて。クリスさん、あっちの鍵開きましたかね？いえ、ここに鍵が落ちてきました。きっと扉の鍵ですわ。よかった。じゃあ行きましょうか。いやー、もう。ん？クリスさん。なんで？首吊っちゃったよ？え、なんで、いい。さっきまで喋ってたのは、どちら様？クリス、さん。死んで、さっきの声は、一体、誰が？スース、いやー、なんかバグっちゃった。あー。化け物じゃあ！え？クリスさん食べた？もしかして。やめて！綺麗な女の人を食べるなんて、けだものじゃあるまいし。はあ！セーブします。あ、ドアが開かない？あ、
あ、ああ、ごめんなさい。こっちだ。あ、これだ。ちょうちんあんこ、うわーい。はい。うわー、やだー。え、なに、あー、まずい、扉が壊れかけてる。どうにかしないと。え、あー、え、どうにかってどうし、え、動けなかったけど。あー、クリスさん、嘘だー。あー、ごめんなさい。一気に一気にめちゃめちゃ減ったんだけど。違う違う違う、あ、あ、待って、これ死んだ方がいい。ダメだダメだ、ちょっと動揺してる。一回ここで回った方がいいんだな。はいはいはい。で、鍵、ちょっと、鍵を調べさせて。ひぃあー。で、入る。で、ウミガメ逃げるんじゃ、はい、わかりました。すいません。あ、セーブさせてくれる、ありがとう。でも、どこまでセーブしたかわかんない。これだ。あ、これじゃない。これ、あ、これだ。はい。で、どうにかするって、どうにかするってどうすんのよ。え、どうにかするって、何、避けるの、あ、こっち、はあ、え、何、どうしたらいいの、どうしたらいいの。どっかなんか見逃してる。他のとこ行けたりするのかな。なんだこれ、何これ、え、謎の袋が落ちている。拾いますか、拾う拾う拾う。左上のやつはあれだよね、多分体力回復のやつだよね、違うかな。で、今は多分大丈夫だから進みますよ。逃げるんじゃと、ありがとうございます。どうにかするってどうすんの、何か、何、あ、粉塵爆発だ。本で読んだ。これだ。このままじゃ、持ち物は確か、年パスと、ランタンと、マッチと、そして、敵は扉の中で、そうだ、小麦粉を取り出した。オッケー。粉塵爆発。まずは、わかんないよ。小麦粉を扉の中に、巻くんじゃ、いや、違う。小麦粉を、え？あれだよね、なんか、え？小麦粉をランタンに詰めるんじゃない？これしかない。ああ、ダメだ。あれ？小麦粉に火つけたら、その場で爆発しちゃうよね。袋の中、え、扉の中に入れる時間ある？何か、うん。扉の中に巻く。これしかない。あ、巻いた。扉の隙間から小麦粉を投げ入れた。次はこれ。火を探す。これしかない。あれ？あれ違う？あ、なんだっけ？風だ！風だわ、風。風ってでもどうやって？そうか、小麦粉を拾わなきゃ進めなかったんだな。小麦粉を扉の中に巻く。で、次は風を探す。あ、壁にボタンがある。換気扇。これだ。で、扉の部屋の換気扇がついた。最後、これを使おう。
え、マッチ。お願い。おお、よかったー。粉塵爆発できた。助かったの。よかった。バカ者、逃げろ。え、さっきの。まずい。ここであいつにも襲われたら、かなわない。立て。もう少しで出てくるぞ。え、爆発音が聞こえたから駆けつけてみたら、面倒な奴に見つかったな。それにお前、本当に人間だったとはな。それはそうと、さっきの爆発音。一体何があった？私がやったんだけど、粉塵爆発。お前。来る！ああ！いやー、助けてくれてる！ありがとうございます。やっぱり倒しきれてなかったのか。おい！はい！お前、私と手を組め。は？この空間から出るまで。私と手を組め。そんな突然、敵か味方かわからないような奴に手を組めとか言われても。この状況がわかっていないのか。ここで死ぬか、ここから逃げるか、どちらがいいかと聞いている。お前が選ぶんだ。私か。ああ、もう、わかった、わかったよ。君と手を組むよ。その代わり私とルルをここから出して。わお、強い。ようやく刀に塗った睡眠薬が効いたか。あ、寝たってこと？倒しきれてはないのか。私の名前はレトロ。今からパートナーになる者の名だ。覚えておけ。お前の名は何だ？スーズ。私はスーズ。ルルを、親友を助けに来た。ではスーズ、お前に再度問おう。私の力だけではここから出る方法を探すには限界がある。お前の力だけでは生き残れない。スーズ、お前の頭脳を私に貸せ。その代わり、私がお前を守る。この空間から出るまで、私と手を組む。異論はないな。ない。親友と一緒に、ここから出たい。いいだろう。では、スーズ。行くぞ。あいつが目を覚ます前に、体勢を立て直す。私のことは好きに呼べ。じゃあ、大佐で。大佐で。なんかこう、軍人っぽいから。大佐ー。その馬鹿にしたようなあだ名はやめろ。好きに呼べって言った。それ以外なら好きに呼べ。それはやめろと言っている。
大佐。貴様、覚えてろよ。うわー、大佐が仲間になった。いや、でもなー、クリスさん死んじゃったからなー。でもあれなんで首吊りみたいになっちゃったんだ？あれが、ちょうちんあんこうの、紐だった？頭から出てるさ、あれの紐だったとか？で、シュルシュルシュル、キュッみたいな。これさえあれば目的は達成する。これ誰だろう？早く。早く。いやー、クリスさん本当に死んだのかなー。ひとまずこの状況を理解したいだろう。落ち着ける場所に向かう。死にたくなければおとなしくついてこい。態度ってかー。はーい。って、あれ？年間パスポートがない。何やってるんだこんな時に。仕方ないでしょ、うっかり死ぬところだったんだから。あれがないと開かない扉も多い。ただ戻るのは危険すぎる。こんな時に落とし物とは不用心だぞ。すいやせん。ムカつきマークが出てる。貴様な。何さ突然。あら、イカですね。お前は、あれ、私の年パス、返して。やだねー。逃げた。奴は周りの色に溶け込む。急いで捕まえるぞ。なるほど。はい？カメレオンみたいな感じなんか。次から次へと、なんなのもう。追いかけっこかな？ああ、なるほど。ついていかないとダメなのか？うん。私は先回りをする。お前はあいつを追え。いや、ちょっと！ということは、あれか、上の方に行ったから。さっきまでついてこいとか言ってたくせに放置かよ。大佐のくせに。じゃあ、イカ上の方に行ったから追いかけると。どこ行ったの？探し物をして。のか？そうです。どこ行ったの、イカちゃん。なんかいっぱい道ある。とりあえず片っ端から行くか。はい。あれ？あ、間違った道だと、あれなのか、戻っちゃうのかな？はい。なるほどね。オッケーオッケー。ヒントがある？もしかしてどっかに。そういうわけじゃないかな？あ、ここじゃね？ここっぽいな。あれ違う。あれ？なんかこいつが上向いてるからそっち行くのかと思ったんだけど、違うっぽいな。まあ、片っ端から入ってみるか。あ、違うな。じゃあ、こっちか。あー、来た来た来た。え、ちょっと待って。あ、じゃあ、年パスなくてもあれなんだ。普通にクラゲになる力を持ってるんだ。クリーピーの力みたいな言ってたよね。で？あ、じゃあ、イカがもしかしたら姿を現すかもってこと？あ、違うわ。そういうわけじゃないのか。こんにちは。こんにちは。あれ。話せるわけじゃないのか。奥に行ける？うん。人間に戻って水槽の外に出ますか。はい。別の場所に出るんじゃないこれ。おーおーおー、待て。あー、疲れた。ここか。ちょうどいい。入るぞ。何さ、ちょうどいいって。さっき言った、落ち着ける場所はここだ。行き止まりのはずだから、ここで捕まえるぞ。はい。
なんか自由な人だなぁ。中に入りますか。はい。どんな場所なんだろう。わお、なんかすごい場所だな。あー、でもこういうちょっとごちゃってしてる感じの方が確かに落ち着くわな。あれ、なんか誰かいた？なんかいるよね。人がいる。違う、これ魚人？違うか。ん？図書館？で、タコの化け物がいる。襲われたりとか。久しぶりだな、水ダコ。邪魔するぞ。こんにちは、レトロ。ゆっくりしていてくださいね。知り合い？今日は何をお探しですか？煽りを追ってきた。ここに入ってきただろう。またいたずらだ。あら、またですか。先ほど入ってきましたが、すぐに姿を隠してしまいました。だろうな。仕方ない。手分けして探すぞ。この状況を説明してくれませんかね。詳しいことは後で話すが、ひとまずこの図書館の中は安全だ。今話していたのは、図書館の管理者の水ダコ。襲ってくることはないから安心しろ。煽りっていうのは、煽りっていうのは、さっきのイカだ。いたずら好きでよく今回のような問題を起こしている。周りの景色と溶け込むように姿を変える。逃げられると厄介だから、さっさと捕まえるぞ。私はこの階を探す。お前は上の階を。アオリカ出た。あれ？アオリカどこ？ん？アオリカどこに出た？ね、かくれんぼしよう、お姉さん。どこから？あいつ。こっちだよ。相変わらず厄介なやつだ。探すぞ。はい。探してる感じありませんけど。アオリのやつ、一体どこにいるんだ？お前は上の階を探してくれ。わかった。とりあえず、あ、体力は大丈夫。あ、フルマックスです。で、水ダコさんか。あんまり私は気にせんどって、恥ずかしか。な、方言ちゃん。かわいいね。魚男。こんにちは。なんて言ってるんだろう。ちょっとわかるけど、ちょっとわかんない。ああ、全くわかんない。まあ、とりあえず、じゃあ、ここは、で、落ち着くの。せやな。ウミガメさんに話しかけてセーブをし、で、ここが階段なんだろうけども、ちょっと一応一通り見たいんだけどな。特にでも調べられそうなものは、これくらい？これ何？あ、暖炉。暖炉だ、暖かい。薪が弾ける音がすると。まあ。ドアの中には、一回、じゃあちょっと待って。古い新聞が綺麗にファイルに閉じてある。海水浴場で、が渋滞。丸月丸日、午後15時頃。丸々海岸沖で両親と、をしていた、が、ぐったりしているところを発見された。これ多分スーズちゃんのことだね。両親が目を離した隙に一人で海に入り行方不明に、沖合で心肺停止の状態で見つかり、その後、された。事件と事故の両面で、が進んでいる。上に行く前に、じゃあここのドアに入ってみる？おーっと？誰もいない。誰もいないけど。今日のおすすめは？ミステリー小説が面白いです。ダンボも読んでみて。いいね。この薬をドクターのところに届けたら読もうかな。クリスさんの旦那さんがもしかして耳が聞こえない人？とか？絶対関係あると思うんだよな。粉状の薬のようなものがある。奥にはドクロマークがついている瓶がある。ほう。
甘い匂いの怪しい液体が置いてある。分厚い医学書が置いてある。うん、他はあと調べられそうにないかな。うん、じゃあ戻るか。なんか足跡あったけどね。あれは誰の足跡なんだろう。じゃあ上に行ってみるか。これは普通のはしごね。ここからかな。アオリカちゃん、アオリカちゃん、こんにちは魚男さん。図書館では遠慮しない。うるさくしないでねとかかな。探してる本は遠慮でいいや。うん、わかんないや。早くね、会話できるようになりたいね、この人たちと。でもそうしたら魚になっちゃうのかな。トイちゃんがね、そういえば人魚姫みたいになっちゃってたんだよね、確かね。アオリイカちゃんはどこかね。なんとかかんとか研究所。なんとかかんとかは、最初の、なんとか、最初はなんとかかんとかの状態。時間の経過とともに次第に変化していく。また、以前のうーんが曖昧になっていく。うーんも変化する。進行、ことは不可能。教科書みたいに綺麗な字だ。もしかして、スーズちゃん最後クラゲになっちゃう？大丈夫？あんまりクラゲになりすぎると良くないとか？こっち側は別に探せない？これは？調べられない。本の在庫確認の最中。これは何？別に調べられるわけじゃないのか。もう一個上があるよね。ああ、見てた。オカルト本がある。衝撃。の正体は本物だった？ん？なんとかかんとかの石の正体は本物だった。何でも一つだけ願いが叶うと噂の、の石。これを身につけた方によると、この石を身につけて2週間後、大嫌いな上司が、で亡くなったんです。最初はびっくりしましたが、すごく嬉しいです。いやーいやーいやー、どんな形であれ人が亡くなるのはね、喜んではいけないんだけどね、ほんとはね。いじめをしてきたクラスメイトときっぱり縁を切ることができました。その後、自殺したと聞いて、って喜びました。10代女性。こういうところはちょっとでもセンシティブな問題なんでね。まあ、いろいろあるわな、人生。あ、ん？この本だけ、感触が。あ、あ、イカいるじゃん。ああ！見つかっちゃったこんな感じだったっけ？これ忘れちゃったよ。お姉さんすごい！びっくりした。ほら、見つけたでしょ？年パス返して。約束通り返してあげる。はい、どうぞ。この子もともと人間だった？もともと幼女だったのでは？もしかしてこの子って。年間パスポートを手に入れた。やっと取り返せた。遊んでくれてありがとう、お姉さん。うん。声がでかいよ。せやな。そしたら私の声も相当でかいんじゃない？スーズちゃん。ごめんね。なんて言ってるかわかんない。これも調べられそうかな。誰かの日記が挟まっている。丸月丸日。今日は妻と、の今後について話し合った。客足は遠のいて、この状況が、もう続けば廃業になる。一月とか一年とかかな。唯一の頼りだった両親の遺産は、兄さんが持ち逃げしてしまった。何か、アイディアはないだろうか、みたいな。どうしてもこの水族館を、あ、違う、このなんとかを、妻と僕が作り上げた水族館を守りたいんだ。うん。これは多分、ね、クリスさんの旦那さんだね。なんでここにあるんだろうね。一番落ち着く。うん。栄養学の本が置いてある。こっちは、あれ調べられない。よいしょ。人体の本が置いてある。うん。
生が積み重なっている。人体の本が置いてある。まあ、一通り調べたかな？じゃあ戻るか。年パス発見しましたよ。ずっとこの辺うろうろしてたんですか？大佐。やっと取り返せた。煽りを見つけたのか。よかったな。もう盗まれるんじゃないぞ。うん。ところで、ここについて知りたいことが多いだろう。説明してやる。ついてこい。どこに？何について聞きたい？あ、これ3階だ。いや、もう何もかもですけど。ここはどこなの？さっきまでいた水族館とは明らかに違うんだけど、どうなってるの？ん？いや、なんでもない。ここはどこかと言ったな。ここは、お前が元いた世界とは異なる空間だ。現実世界と並行して存在している、もう一つの世界。お前は何らかの理由でこちらに迷い込んだんだろう。大佐もここに迷い込んだってこと？ああ。だから、お前と手を組み、ここからの脱出方法を探している。そして、私も一人の少女を探している。少女？ああ。途中まで共に行動していたのだが、はぐれてしまってな。桃色の髪の小柄な少女だ。名前をキティという。何やってんのさ、大佐。余計な一言が多いやつだな。その呼び方もやめろと言っただろう。私が休んでいる間に姿を消した。情報があったら教えてくれ。この図書館には多くの資料が集められている。休憩がてら見てみるといい。私はここにいるから、情報収集が終わったら声をかけろ。はい。もう全部見たんですけどね。あなたがそこにいたら、キティは宿狩りに追われている。ところを、キティは宿狩りに追われているところを保護したんだ。さすがに危なっかしいから共に行動していたんだが、どこへ行ったんだ？ああ、飛ばしちゃった。いつの間にか道や部屋が変わっていたりするんだ。厄介だ。せやな。ルル、無事かな？心配するな。きっと無事だ。ああ、なんか優しい。私はこちらの世界に迷い込んでから長いが、まだ謎が多い。そうか、ここか。いつの間にか道や部屋が変わっていたりするんだと。他にあるかな？うろついている魚男が気になる。あいつらは基本無害だ。しかし、ヒレが弱点だから、触れると怒る。気をつけろ。わかった。他にはないかな？他に、同じかな？あとは。とりあえずでも全部見たんだよな。全部見たけど他になんか、あるから、情報収集してこいって言われてんだろうな、きっと。あ、こっちもある！こっちの部屋は何？勝手に触ると怒られそう。ああ、なるほど。じゃあ、ここの部屋を見つけたよっていう。こっちがじゃあ次に行く場所なのかな。ここはまあさっき見たけど。あら！なんか誰かいる。ん？誰？誰誰誰誰？これ誰？ごめん、勝手に入っちゃって。君の部屋だったんだね。いや、別に構わないよ。僕の名前はダンボ。僕？僕か？ちょっと待って、全然、画面ちょっと近づけます。何者？なんか珍しいから出してるね。君の方が珍しい体をしてるよ。もしかして、クリーピーを知らないの？クリーピー？そう、クリーピー。僕みたいな生態のこと。クリーピーを知らないなんて、君何者なの？
何者と言われましても、人間としか。人間？あの人間か。へえ。じゃあ、僕が作った薬の被験者になってくれないかな、先輩。は？じゃあって何さ。嫌だよ。こいつの作る薬やばそうだし。ふふん。だよねー。ところで名前は？私は、スーズ。よろしく、スーズ先輩。ってことで、お近づきの印。どうぞ。何ですか、これ。なんとかの薬を手に入れた。読めない。この液体、一体何、何レトロと組んでるんでしょ？ピンチの時に使うといいよ、先輩。さっきからなんだよ、先輩って。ふふん、なんとなくだよ。じゃ、僕の薬を試したくなったら声かけてよね。ならんわ。これ、ダンボ。ダンボくんか。あれ？これで読んだよね、筆談用の紙で。あ、このミステリー小説が面白いです。ダンボも読んでみて。いいね。この薬をドクターのとこに届けたら読もうかな。ん？クリスさんと、ダンボさんが筆談をしていたとか？なんかね、すぐ私クリスさんを絡めたくなっちゃうんだけど、どうしてもほら、筆談用の紙がさ、入り口にあったじゃん。で、あれを多分やり取りしてたのはクリスさんだと思うから、まあその水族館関係者と、このダンボさんが話してたんじゃないかと思うんだけど、わかんねえな。全然まだ謎が解明されないね。水だこお姉さんはすごーく恥ずかしがりなんだ。目が合うとすぐ顔が赤くなる。あ、そこの棚の薬は触らないでよね。体が小さくなっちゃうからさ。うん。面白くないことに時間を使ってももったいないよね。僕は自分が面白そうって思ったことしかやらない。ねえ、先輩。僕の作った薬の被験者になってくれないかな。なりまっちん。他にないかな？終わりかな？うん、特になさそうだね。うん。じゃあ、とりあえずセーブして、レトロさんに、大佐に話しかけに行こうか。どうしようかな？大佐って呼ぶか？でも大佐って呼び続けるとさ、レトロさんっていう名前を忘れちゃいそうなんだよね。そろそろ先に進むぞ。準備はいいか？いいよ。では行くぞ。ついてこい。あれかな？謎の部屋に行くのかな？ここだね。助かったぞ、水だこ。また来る。はい。また来てくださいね。レトロ。スーズさんも、お気をつけて。あ、はい。ありがとうございます。じゃあ先輩、死なないようにね。わかったよ。もう、縁起でもない。じーん。どっちもタコなのかな？ダンボと水ダコって。ダンボっていうタコがいるのかな？ちょっと調べてみようかな。あれ？これ勝手に動いてるね。おー。